次に甲虫類ですよね、コガネムシとかそんな感じのやつの、イミテーションフライの、ビートルパラシュートを巻きます。まずですね、これちょっとボディを、補強するために、リビングするので、そのためのスレッドを、後ろに残しておきます。この残しておいたスレッドでリビングします。いつものところは切っちゃうわけですよね、これ、まあ、余分なところから。で、これは切らないで残しておきます。次にインジケーターを止めます。インジケーターの、前の部分にもヘッドで、ピーコック巻くので、そこの部分はちょっと開けておきます。で、余分を切ります。ビートルの場合には、まあ、インジケーターこの時点で立ててしまうと、次の作業がしづらくなるので、これは立てないでそのままにしておいてください。次に、ちょうどインジケーターの、まあ、止めたギリギリのところに、これバック、要するに背中の部分にあたる、ディアヘアを止めます。で、止めたら後ろへ持ってきます。で、これが、まあ、かぶって背中になります。で、次に、背中の、まあ、下の部分、ボディ材のピーコックヒールを止めます。で、これはちょっとボリューム出したいんで、まあ、大体4本ぐらい、まあ、4、5本ですね、まあ、そのぐらい、使います。で、ボディ材のピーコックヒールを止めます。だ、ピーコックパラシュートと同様に、まあ、切れないようにスレッドに寄り付けて、スレッドと一緒に巻いていきます。これはですね、ちょっとボリュームを出したいんで重ね巻きをしていきます。ある程度巻けたらスレッドから外して止めます。で、ボディができたら最初に止めておいた、背中の部分のディアヘアを前に折り返して、インジケーターの付け根で止めます。で、この余分をカットします。で、このディアヘアは、もう弱いので、あらかじめ残しておいたスレッドで補強します。で、補強したら余分を切ります。で、この時点で、インジケーターを起こします。これをね、今インジケーターの前のポリの前、スレッドが指を離しても倒れないぐらいまで巻き込みます。で、インジケーターを立てたら
スレッドでハックルのマキシロを作ります。で、瞬間接着剤でハックルの巻き代を固めます。で、今あれですよね、ちょうどこのボディと、まあ背中ができて、で今度はちょうどインジケーターの後ろの部分にあたるソラックス、胸の部分とインジケーターの前の部分の、まあ、これヘッド、頭の部分をピーコックヒールで一緒に作ります。で、ここではこれはフックがバリバスの S の2000の10番なので、ちょっと多めにピーコックヒールは3本使います。で、先ほどと同じようにスレッドに寄り付けてヘッドとソラックスを作ります。これで、まあ前からヘッド、頭、その後ろソラックス、胸部で、これ上がディアヘアの部分が背中、バックですよね。で、その下がボディの、ピーコックヒールが巻いてあります。で、次に、ハックルの巻き代にハックルを留めます。で、このフライはですね、結構ボディが重いので、ハックルはこのフライに限っては薄めには巻かないで厚めに巻いてください。じゃないと沈みやすくなってしまいます。これ今7回巻きました。このぐらい巻いておけば沈まないです。で、あとはハーフヒッチして、余分な、ハックルとインジケーターを適切な長さにカットして完成です。